旧ジャニ主演ドラマは被ると、アンチが増えるの指摘、木村拓哉、山下智久とも、視聴率じわる下落の原因。終盤に向かう春ドラマ。今のところ世帯視聴率でトップを走っているのは、長谷川博美、47、主演の TBS 日曜劇場、アンチヒーローで、それに続くのが、木村拓哉、51、主演の、ビリーブ、君にかける橋、テレビ朝日イコール木曜夜9時だ。初回の世帯視聴率は、ビリーブがわずかですが上回り、キムタクの面目役女といったところでしたが、怖そう、13から49歳の視聴率では、アンチヒーローに大きく水をあけられています。開局65周年記念ドラマと銘打ったテレ朝としては、キムタク、天海祐希や竹内涼真など主演級のキャストを揃えただけに、せめて世帯視聴率では2桁でフィニッシュしたいところでしょう。広告代理店関係者。とはいえ、ネット上では、気楽なポジションの竹内涼真が美味しい役どころ、いろいろ無理があって、半笑いで見てるなどなど、微妙と評する声が多い。旧、ジャニのエース木村が微妙なら、闇ジャニのエース山下智久、39、主演の、ブルーモーメント、フジテレビイコール水曜夜10時も、世帯視聴率は、初回の 8% 台からじわじわ落としている。テレビコラムニストの亀井のりあき氏は、木村さんも、山下さんも、数字を持っているスターなのは、間違いありませんとしながらも、同クールに、旧ジャニ関連が並ぶのはむしろアンチの批判を、増幅やすいと、こう続ける。1クールにどちらかだけだったら、希少性からもっと大事にされたかもしれません。でも、旧、ジャニというだけで斜めに見て、ネット上でネガティブな意見をするアンチが多くなり、それを見た人が、じゃあ見なくていいかとなってしまう。結局、かつてキラキラしていた時代を追いかけていたコアなファンが、付き合いで見続ける感じ。でも、その層も、年齢を重ねて、若い頃と同じ気持ちでは見られず、ドラマの、あらばかりが気になってしまい、徐々に脱落していくのでしょう。キムタクのビリーブも、ヤマピーのブルーモーメントも、実績のある旧、ジャニのスターならではの集客力はあっても、同時にハンデを抱えているということか。でも、そんなこととは関係なく、僕は、この2作を作品として楽しんでますよ、と、亀井氏はこうも言う。ビリーブの賀来千香子さん。ブルーモーメントの真矢美希さんの存在です。賀来さんが都知事、真矢さんが総務大臣を演じているんですが、この女帝の二人に注目しています。特に賀来さんは腹黒そうな本気の政治家風メイクが印象的で第5話には出ていませんでしたが、次回以降の出番が楽しみ。真矢さんは普通の女優メイクでしたが、安定の存在感。キーパーソンの一人になりそうですね。キムタクとヤマピーの苦境は、女帝感を漂わせる賀来と真矢の活躍で救うことができるか。